第4レース一条戦に1着で勝ち上げました徳島の井口選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。本日は前向きからなりましたけども、作戦が組み立てたらどういう作戦でしょうか。まあ突っ張れたらしっかり突っ張ってレース作っていこうかなと思ってたんですけど、ちょっと青野さんが勢いよかったんで、まあ、出させてから整ったとこしっかり踏んでいけたらいいかなと思ってました。まず藤井選手がかましに来て5番手っていう形になりましたけども、まあ、あの辺りっていうのはもう自分の位置から仕掛けるっていう形ですか。そうですね、結構青野さんと藤井さんの車間が開いてたのも多かったんで、まあ、そこめがけていけばしっかりスピード乗れるかなと思ったので勢いよくいった感じでしたね。まあ、実際ものすごいスピードでしたけども、一周かけて ご自身の状態っていうのはどうでしょうか。まあ悪くはないと思います。昨日のオリオン賞でちょっと太田選手の番手で粘られてしまいましたけども、あの辺りっていうのはどうですか。まあもっと自分の技術を高めていければああいうのもしのげると思うんで、まあ、課題でもあり、やっぱりこれからやっぱどんどん増やしていきたいなと思ってます。ああいう展開というのは想定はしていたんですか。まあ、してましたね。はい、だから今後の課題ということですね。そうですね。実際この後2走してみてたんですけども、暑さが気になったりとかそういったのはありますか。まあ、暑いのは変わらないんで、しっかり体調整えて頑張りたいです。わかりました。では、この後二条戦、その時に興味をよろしくお願いします。二条戦も成功頑張ります。よろしくお願いします。